めげないしょげない、ワイスワイ。どうも、ワイスチャンネルのワイスです。ネオナです。ナイス筋肉師、うんですよ。まずは、スクスタ1周年、うん、おめでとう。おめでとう。なんと今回、ヒルリアとオータムゲームズとの、うん、コラボ企画でございます。よっしゃい。ウェイなんだけど、うん、何怖いのもあるんですよ。まあ内容説明していきますね。はい。スクスタの運営さんからですね、なんと、ときめき無料10回チケットガチャということで、10連チケットを10日間にわたって、配布してくれて、合計で100連分用意してくださったので、この100連をね、まあ、使ってチームごとで、100連ガチャの方やっていきます。まず YS チャンネルからは、俺とレオナと筋肉、オータムゲームズがトウヤ君とイズルさんとチンタさんで、キルリアはキルリア。ちょっと待って、そう、一人なの？そこ、一人。やっぱ一人なんだね。一人で300連でもなく、一人で100連。だから、キルリアは、まあ、圧倒的不利という形でね、やっていきたいと思います。で、勝負の、その、勝敗の決め方っていうのが、もう UR の枚数です。基本的には。だから UR1 枚引いたら1、1ポイント、みたいな感じ。で、さらにですね、それぞれ引く人の推しの UR を引いたら5倍。5倍。 UR5 枚分として5ポイントとして換算します。ただし設定できるのは1人だけなんですよ。なんでそこがね、結構今回鍵になってくるのかなって感じですね。ワンチャンキルリアさんもね、そう推しをバンバンバンって、まあ、3枚ぐらい引いちゃえば、はい、勝てる可能性全然ありえるんで。で、負けた2チーム、つまり勝者チーム以外が罰ゲーム、で、罰ゲームの内容、ツイッターでアンケート取ったんだけど、スクスタの楽曲で〇〇踊ってみたっていうのになりました。で、これね、罰ゲーム受けるの代表者なんですよね。一応、チーム全員でもいいって言われてるけど、まあ、基本的には代表者っていうところでね、受けるの俺なんで、筋肉心もレオナ心も、何も気にすることなく、気軽に弾けるっていう。だから、俺一人だけが、このチームの中でドキドキしてるんですよ、今。祝ってる場合じゃない。祝ってる場合じゃないですよ。遊びじゃないんで。今回のこの企画、遊びじゃないんですよ。これ真剣勝負なんで。まあ、キルリアはまあ、どうせ負けるんでどうでもいいとして、オータムゲームスがやっぱり3人っていうところでね、ちょっと手強いなってところで、まあ、ね、結局オータムゲームスに負けちゃったらもう負けなんで、罰ゲームなんで、そこはちょっと回避したい。で、UR、今回、期待値計算したら、まあ、純粋にね、15枚、3人で15枚なんですよ。まあ、俺、のね、この引きから考えたら、まあ俺1枚で、あと2人で7枚ずつ出るのが妥当かなって1枚というわけで、じゃあ推しの方をね、1人ずつ設定していきます。まず YS がですね、ヨウちゃんで行かせてください。ヨウナは同点。筋肉神はもちろんスピリチュアルパワー。スピリチュアルスピレロレのパワーでスピリチュアルなんて言った今、絶対負けないから。オータムゲームズキルリアごとき負けるわけにはいかない。この運営よ、もうガチャ動画こうやってね、ずっと投稿してきた身としては、もう負けるわけにはいかない。もうこのプライドがね、これもうフラグにしか聞こえないわ。やめろ。それでは筋肉師のターンいきましょう。はい。推しの方設定がね、ノンタンっていうことでね、ノンタンが出たら、ポイント5倍、まあ、まずはでも UR を引かないとっていうことなんですね。もう全てはそこなんで、レインボー、よし、レインボーを呼ぼう。いきます。はい、ゴー、頑張って、頑張る、よし、レインボープリーズ。あ、まさかね、その最初からね。そう、そんな、ねえ、ないでしょう。最初から飛ばす。ほら、よかった。2枚やったよ。もう、バリバリ。お、でもこれ。いいな。そう、時給2000円なんだよ。何、時給2000円、高っ。このバイト。そうなんだよ。面接受けようぜ。はい。はい。まあ、出だしこんぐらいとないと、まあ、キルリア泣いちゃうんで。そうだよ。まずは接待か、これ。接待。今の絶対使って。たった10連でいきなり調子に乗った発言きましたよ。飛ばしますね。これが残り90連引いた時にどうなってるか楽しみだね。楽しみ。やばいからね。そう。楽しみたいのにさ、俺ヒヤヒヤしてるの嫌なんだけどこれ。頼むよマジで。はい、次。任せろ、信じなさいって。よし、20連目いきますよ。うん、よし、スピリチュアルパワー注入。はい、プシュッ。よし、そうなんだよね。UR の枚数少なくても、もうノンタン出ちゃえば、あれノンタンさえ出ちゃえば。ノンタン出ても SR の意味ないからね。そうだね。UR のノンタン引いてよ。信じなさいよ。もう。これ見て信じろって言われても、ちょっと、きついぞ。
流れ星がね、オンリーワンだね。オンリーワン、うん、さっきと似たようなリプレイじゃねこれ。大丈夫これ、これさっきと一緒なん。おう、小鳥ちゃん大丈夫、持ってます。あ、なんだよ、びっくりした。花火を出せばいいんでしょ、花火を。そうだよ、ちょっと出してよ、うん、頼むよ。だいぶ声の調子が、トーンが低くなってるけど、やばいね。もう不安になってる、ね、不安になってる。もう不安になってきたわ。よし、まあまあまあ、行こう。はい、行きます。30連目、はい、ゴー。ねえねえ、本当に筋肉師も踊らすぞ。まだ待ってくれよ。流れ星がさ、オンリーワンじゃなければさ、オンリーワンだよ。オンリーワンだよ。一応自己弁2枚だからね。昇格。お、ほらほら、なんだいこれ。3枚あるじゃん、 SR が。いや、 SR、まあ、いっぱい出てるけど、ポイント0なんですよ。スコア的には0なんですよ。早く0から1へを早くやってくれ。早く。そうね、あれかな。おい、おちゃんかわいい。クレープ一緒に食べたい。あ、元気出た。ちょっと元気出た。よかった。じゃあいいかな、もういいんだよ。別に次例えばね、うん、いわゆる1枚だとしても、それがノンタンだったら、そうか、一発逆転ドン、逆転ドンだね。そこを狙っていこうじゃないか。では40連目、どうだよ。いや、もう次は本当に頼むよ。おっ、よかった。あ、まっすぐ、とりあえずは。いや、レア演出来ましたね。一発、わー、一発目から。セリフを聞こう、あと全部それだけ。はい。そこ俺が引くべきじゃん。やっぱそうなんだよ。そこは俺が。あー、新規。おめでとう。ありがとうございます。ようちゃんかわいい。ようちゃん元気な感じがいいね。0から1へ。おー、そうだよ、うん、その先にある未来へ行こうじゃないか。いいこと言う。そうでしょ、ほら未来の僕らは踊ってるよ。え、やめな、しかも僕らって言っちゃったのか。筋肉師も踊る気でいるよね。頼むよ、あと6枚引いてよ。よし、6枚引か。あとじゃあ連続で。だって俺1枚で、あと2人7枚ずつ出すんだから。期待値ボーダー超えようよ、UR マイス。オッケー、頑張ろうぜ。行くぞ。ほい、ようちゃん。いや、ようちゃんじゃない。ようちゃんじゃない、ノンタン。ノンタン。あー、ねえ、筋肉師ちょっとどうしたんだろう。ちょ、髪剥奪するもん、ちょっと。だいぶね、こっちもね、焦りがね、見えてきてる。遊びじゃないんだって。そうね、この企画。ガチなんだよ。SR いっぱい引いてもさ、今回の勝負にはね、関係ないんです。再会あるぞ。かわいい。あー、かわいい、ポムちゃん。勉強終わりか？勉強終わりのコーヒーか？なるほどね。いやー、お疲れ様。お疲れ様。勉強終わってないんじゃないの、これ。さあ、筋肉心折り返し。折り返しだね。たところで、1枚と。やばいね。ノンタンを滑る神よ、ノンタンをください。お願いします。出るでしょう。いきます。60連目、さあ、レインボー。レインボー、よし、出たよ、レインボ ー。あー、またしても一安心。ノンタン、ノンタン、はい、そう、はい、そうだよ。ノンタンを滑る神にね、今ね、祈ったからね。頼むよ、痛いの痛いの飛んでけ、くれくれくれ。ずうずうしいな。神にくれ。次だよ。もう次ね。はい。ノンタン。ノンタン。はい。痛いの痛いのか、ふわふわで可愛いウサギさん。さあ、ください。ノンタン。お、これノンタンじゃね？マジで？そうだよ。うん、お、レイン。お、出たよ。マジ？ノンタン。いや。ノンタンを滑る神よ。やべえ、急に神になった。あがめたまえよ。立てまつりたまえよ。いや、これはもう勝ったよ。一気に。よかったね。6ポイント。1から6へ。でかい。ぶっ飛んだ。やばい。見えるぞ。俺には見えるぞ。何が見えるんだい？あの二人が踊ってる姿が。彼らが踊るんだ。もう見える。
いや、さすが神、俺の守護神。おお、よくぞやってくれた。でしょ。いや、素晴らしい。それはすごい。びっくりした。びっくりした。でもさ、筋肉神が言ったセリフ以外のが出たね。そこ、うん、初期もあるんだけどな。そこはノンタン下げてきたなって。だから決してノンタンが筋肉神に対して振り向いたわけではないと。ないんだね。そこは下げてきた。そこは下げてきた。70年目か。ファイト。強っ。急にダメ。せっかく神がバーンって上に行ったのに、今これで傾いたからね。神のあの一文字、今斜めに傾いたからね。最初ね、どんな演出でさえ UR 出る可能性あるので、うん、そうでしょ。そう、まさかね。ただほぼありえないってだけ。あ、ほら、SR2 枚じゃん。僕は避ける。よかったよ。剣心辛いのって食べれない。いやー、普通ですね。中辛で結構汗かきますよ。あ、じゃあ体的にはまあ苦手っていうか。苦手ですな。ただなんか知んないけど、わさびは平気。わさびは平気。俺はわさびトラウマなんで。あ、そうなの。、うん、わさびとヤンヤンつけ棒がトラウマです。では80年目に行きます。はい、スピリチュアルパワーチェヌー。どうよ。はい。お、おー、ほれ、戻ってきた神が。神だよ。そう、行くぞ。ほら、痛いの痛いの、飛んでけ。あとウサギさんに、見ててでしょ。よし、あと初期ってなんて言ったっけ。おや初期のセリフってなんか夜空を見てるノンタン。最後ちょっと焦ったね。あら、この刹那ちゃん結構引くんですよ。はい、3枚目。よし、いきますよ。はい、はい、では見れて UR。 花火見てない。あ、確かに。うーん、どうしてもね、そうなっちゃうよね。そうだね、やっぱね。お、あ、どついにどはいどーる。筋肉神の最後だよ。はい、ノンタンをくれ。ゴー。それで出たからな。確かに。そうなんだよ。ね、あ、ここだったらかっこいいよ。そう、かっこいいね。確かに。全ノンタンを滑る神よ。はい。神よ。神よ。はい、はい、はい。はい。レオナのターン行きましょう。はい。はい。では、メンバー変わりまして、レオナ神で、託したいと思います。で、レオナの設定推し、ヨハネで。はい。同点で行きます。はい、久々にこれショートバージョンでお届けしたいんで、ワンタップで。ワンタップ。はい。ヨハネ、今日のご機嫌いかがかなん？あ、あ、いや。ヨハネの声が聞きたい。おお、これは。声を聞かせてくれる。つまり、UR のあの演出で、ヨハネの声が聞けるわけです。聞けるということですよね。一発目。同点。やる。すごいもんね。安心して見てられるな。ヨハネだったらやばいね。これで本当にヨハネだったらやばい。あの、ね、ヨハネの中でも唯一一人だけとてつもなく狙ってるんで。とてつもなく狙ってて、とてつもなく出ないやつね。実装からまだ1年経ってないけど、いまだに出てない。うん、そうね。トワイライトなんとかっていう。1年経ってる。まあ約で言えばもう約1年経ってるのに未だに出てこないっていう最後。最後。最後にその子が。あ、なんだっけ、大食い。あ、大食い、そう、フードファイター、YouTuber。はい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 、というわけで、しかち、しかち。はい、ここでレオナシン1ポイント。はい。はい、トータルで8。ルネさん、ありがとう。先にお礼を言うスタイル。そうすると、おお、すごいね。運営への感謝が伝わるんだ。伝わってる、これすごいわ。おお、ありがとう。その思いを伝えよう。真ん中。うん、5人目。はい。おお、そこ。
いや、流れと見るよ、私は。もう、名前言っちゃってる。もう自己紹介しちゃってるね。虹の推しだけど。はい、ということで、虹学の推し、かなたちゃん。かなたちゃん。かわいいな、いつ見てもそのサインの。これ、ゆるい感じの、ね、お顔の。確かに、サインかわいい。いや、いいよ、いいよ、いいよ。UR 出てるよ。ね、ヨハネ、くれ。引っ張るよ。大丈夫。ひで。もう、あからさまじゃん、もう。ね、いや、怖っ、上。確かに。怒ってたもんなね、ルビーちゃんもね。ルビーちゃんもね、そんな頼み方あるって感じで。このアプリ、盗聴機能ついてんじゃない。いや、だって今通話中だもん、運営と。あ、運営と通話中なの。すごいね。運営もお仕事大変だね。綺麗なドブを、ありがとう。ナス。これが、初心に戻ってのナス。すごい。おー、ナス引き。言うから引くな、マジか。神様、ナス好きやで、これ。運営か、運営、ナス好きだ。ああ、なるほど。運営がナス好きと。もう今度、ナスを収めに行く。俺とは気が合わない運営ですね。俺、ナス嫌いなんで。2枚目、早いですね。ヨハネを出そう。そうだよ、ヨハネを出したいよ。おー、みっちゃん、みっちゃん。集中はしているんだが。集中はしてる。1点に集中してるもんね。はい。一緒に働ける。やったじゃん。やった、パートナーできた。やった、時給上げちゃう。時給上げちゃう。2000円からさらに上げるの。やばいね。肉親のお言葉をいただいても。ありました。よろしいでしょうか。タイミングは私が頑張って見つけるんで。了解です。いますはい。ではプロテインパワー注入。はい、むき。ちょっとけど、いやいやいや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。今日筋肉心は弱いぞ。さ、昇格ないか。やりたいんだけどな。ない。良きじゃないですか。良きです、良き。もう3枚引こう。では次。あと50連あるから。よろしく頼むよ。あ、俺？それでは行きましょう。トワイライトデーモン、ダッテン。短めだったな今日、結構君。これはまずいな。これ俺のターンが不安でしかない。そうだね。俺の100連が不安でしかないよ、これ。ちょっと、あの、はい、何でしょうか。筋肉心なんか弱いなとか言っといてさ。うん、そうだね。それ一応以下だけど、さらにそう、どの口が言ってるだって。おいおい、どの口。この口でございます。はい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 、はい、はい、やりますね。いや、そうじゃないでしょ。そうじゃなかったよ、ね、遊びじゃないんですよ。最初言ったでしょ。振り払っていいですか。あ、そうだね、俺の、うん、ふんす。両なしのふんす。あー、ふんすならず。だから人の掛け声もらってからあたりで流れ変わった。流れ変わっちゃった。うん、あー、完全に筋肉の声から。これ起爆剤だったのかな。起爆剤。あー、おー、いる、いる、いる。そうだったよ。これがレオナシンの得意技。ただそれは完全なんだよな。大丈夫かな。でもエマちゃんのこの当たりでね、ちゃんと当たったことがね、試しがないんですよ。はい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 。あのね、推しを引くんだよね。推しなんだよね。ただ設定した推しではない。はい、パカチン。マジかー。まあでも、UR の枚数的には、いいよ。いい感じです。今4枚目だからね。期待値的にあと1枚出せば別に、まあまあまあ、っていうところなんで。頑張って。そうだよ。頑張ってサンシャイン。そう、頑張ってサンシャインからのヨハネ打点。はい、うん、なるほど。うん、大丈夫。入ってるから。大丈夫、大丈夫。信じよ。信じる、信じる。二人のその勢いについてこれなかったわ、今。確かに、喋ってなかったね。全然ついてこれなかった。喋ってなかったわ。入るタイミング全然もう、どうすりゃいいんだろうって。あと2回、あと2回。あと2回。あと1枚は出して、あと1枚出して。うん、あと1枚、うん、期待値出してほしい。だからあと1枚。90年目。トワイライトデーモン、同点。
降臨。はーい。だーだー。え？やった？やったね。やったね。ラスト。やばい。ラスト。ラスト。100回目。頑張って。100年先は月で会おうね。では、はい、最後、うん、大将、大将やらせていただきます。やってくれ。ワンチャン覚醒する可能性あるもんね、君。そう、あ、そうだよ、うん、肝心な時に弾く、それが YS っていうのを視聴者皆さんに伝えたい、うん、そんな気持ちで頑張っていきたいと思います。みんな見ててよ。いきますよ。まあ、サクッとね。ご飯かの手にね。なんか言った？いや、なんもない。というわけで、YS の設定する、推し、ようちゃんです。はい。ようちゃんの UR が来れば、5倍。そう。いきます。はい。願いしかない、YS愛。全速前進、ようそろ。決まったな。かっこいい。おー、オッケー。ほら、来た。やばー。シャイー。一発だから、噴水。すごいわ。びっくりした。覚醒会か。覚醒会か。なんだ、今回。どうした、うん、どうした、神の力はここに、ここに来たか。あ、フルス。大丈夫大丈夫、あの3人で言った分があるから、これ3倍です。3倍です。3倍ね。おー、はい、2枚目来い、2枚目来い、頼むよ。2枚は絶対もう、おー、オッケー、いい人じゃん、すごいぞこれ。もう2枚来てくれただけでもう全部嬉しい、ありがとうございます。さあ、ここで誰が来るか。りんちゃんラーメンからの、はい、ようちゃん来い。まるちゃん、いいな。今日久々に見ましたね、この花まるちゃんね。はい、うん、というわけで初めてでしたね。いいな、いいよ。あれ、俺持ってなかった。これもね、相方のね、かなたちゃんはね、もう持ってはいるんで、うん、ここで揃ったということですね。花丸ちゃん、ありがとう。湾岸かな、うん、はい。そっち筋肉心。ちょっと、あー、そうきた。やっぱね、そうね、人のね、うん、推しはね。あと、ごめん、もう持ってたんだ俺。これいいんじゃね、うん、これもう勝ったよ。勝ったか。勝った、これは。じゃあもう引かなくていいら。引くよ。あ、引くの。俺の尺短すぎだろ。それでは、うん、いきます。再び全速前進、ようそろ。連続してね、ドン。おお、やばいよ、これはすごいよ。見たか、お前ら。お、見たか、俺の力を。あ、ね、またノンタンか。あ、なるほどね。ヨハネ、トライワイトってなんだ。トライワイトデーモンのヨハネかもしれない。腹に力入れといてよ。腹に力。いや、腹だな。からのリリーホワイトだね。はい、アルビちゃん、誘拐、もう誘拐されまくってね、もうだいぶ慣れてきたと思う。もうね、もう表情に違和感がない。また誘拐かっつって。レオナシのターンでこれ。こっち初期だけなんで。初期のチカチ。うん、チカちゃん。はい、というわけで3枚目、すごいよ、20連で3枚ですよ、ね、快挙だ、快挙。めちゃくちゃやるやん、俺今日、ね、やればできる子だったんだよ。なるほどね、やればできるんだよ。そうね、やるときはやるんですよ、俺も。いつも常にやってくれよ。確かに。めげないしかない。おやさい、全速全身、ようそろ。この掛け声がね、何回まで効果続くかっていうところですよ。確かに。あ、終わったね。たまには昇格見たいんだよな、スポットライト、ね。俺全然見れない。はい、2枚目 SR が、あ、エマちゃん出るね。好きなものいっぱい。俺の嫌いなものしかない。あと70、結構ゆとりがあるんじゃないの。あと70で、あと2枚。でも、あと2枚引いたから安心ってわけじゃないから、まあね、そこがボーダーだからね。そうね、それをいかにこう超えていくかっていうところが大事なんで、うん、そっからスタート地点だよ。まだいっぱいあるから大丈夫だよ。頼もしい大将。それでは行きましょう、40連目、めげないしかない、ワイサイ、お願いします。スノーハレーション。スノーハレーション。じゃあフラグ立てないでくれ。あ、本当に。見てろよ。あれ。あ、強気で言ってくれよ。はい、オールメロンいただきました。ようちゃんを見ながら、ようちゃんを見つめながら、俺は聞くよ。そう。ようちゃんを見ながら。はい。逃げないしかない。まさ、全速前進、ようそろ。ここで思いが伝わるか。あ、どうや。はい。ねえ、もう思いを伝えれば伝えるほど遠ざかっていくようちゃん、悲しい、俺は悲しいよ、うんうん。
沈んだよ。筋肉師の思い今になって伝わったわ。今あ海の底に沈んでくれよっつって、今まさに沈んでますよこの引き。まあ、まだ折り返し、ま、だこの時点で3枚出てるんで、まだ確率下回ってはいないです。だからまだ諦めるのはここではない。そうそう、最後の最後まで信じよう。そしてその思いが伝わる、それがラブライブなんで、皆さんにかっこいいこと言う。最後まで見せて、見せます。いきましょう。めげないじゃない、岩井さん、全速全身よーそら。ここは伝わってくれると信じてたよ俺は。もう大丈夫だよ。いやもうこれはアースだよ。アースだね。どうしたらいいの、どうしたらいいの、ちょっとこれだ誰に頼ったらいいのこれ。ダウンロード、あこれか、なるほどね。ダウンロードされてなかったんや UR。でもほのかじゃないよ。ほのかちゃんだよ。ほのかちゃんでいいよ。ほのかちゃんでもう俺は推しだからさ。ほのかちゃんでいいよとか言っちゃうね。はい、ほら。ほのかちゃんでいいよとか言うから。そんなやっぱ伝わるんだね。いや大丈夫大丈夫大丈夫、信じよう信じよう。大丈夫？うん。まだ40であるから。えいやす。めげなしがない。ごめんなさい。ファイトだよ。はいここで。ファイトの力がここで現れ。やばいね。ちょっとどうした？いやこっちが来たよ。どうした？大将。俺最初一発や。一発やって。本当に最初なんか調子乗ってこって。ああ、よかった。おっさん3枚。久々に出た。SR 戻ってきた。ここから巻き返すんで。もみんな見ててくれ。いきますよ。めげないしがない。おやさい。お願いします。ちょっと控えめだね。かなり低姿勢からいったね。君、うん、準備しといた方がいいかもよ、うん、ストレッチとか始めといてさ、ね、うん、体力つけないと。そうスポーツウェアも買ってきたもんやね。いやちょっと待って昇格。いや SR はね出るんだね。SR は出るんだ ね, ね。今のところ3人で再会だそう出だしでさ、もう俺来たとか思ったらさ、ね、もう勝ち確信しみたい。そうなんか俺めっちゃくちゃ調子乗ったこと言ってたよね、とりあえず。そっから何にもないんですけど、引いても引かなくても一緒だからそう、もうやめるかとか言ってさ、結局なんかやめてもよかったんだけど、あんまり意味がない。いやまだ20であるから、20であるから。だって最後だって仮に1枚出てもさ、それがヨウちゃんだったらさ、そうだよ、もうこの中でトップ。そうだよ、それを狙ってこう。もう黙ってた方がいいのかな俺も。うちはね、黙ってもダメだった。黙ってもダメ、もう何してもダメだった。めげないしゃがない、ワイサイ、全速全身、最高のよーそろー。これは久々に見れる。何やってもダメみたい。なんなん俺、本当に期待値下回るんで、最後は1枚は出したい。どっちかって言ったら負けの可能性の方がちょっと高くなってきちゃったな、これ。あのね、あっちのメンツ、チンタさんが怖いんすよ。チンタさん、そんなあの人神引きすごいするんで。あ、そう。トウヤ君は別にあの同性なんで。ではラスト、お金をかけて課金したこの衣装でヨウちゃんをタップすると、はい、嬉しい。ここに来て嬉しい結果がこの後に。この流れは大事にしよう。いきます、俺も嬉しい。流れは完璧、うん、1枚出そう最後に。なんでヨウちゃん、ヨウちゃんお願いお願い、最後に UR を、俺に UR をない。終わった。本当にやってもやんなくても買わなかったこれ。はい、というわけで結果、筋肉神、はい、7ポイント、イエーイ、一番の神だよ、ね、頑張った頑張った。レオナシン4ポイント、二押しを引くっていうね、二押しね、YS3 ポイント。というわけで、トータルですね14ポイントになりましたので、はい、期待値よりマイナスです。皆さんごきげんよう。
ダンス動画踊ってみた投稿お楽しみに。何踊るか。いやでもな、いや、オータム、オータムどぶってくれるかな。いやー強いよー。さ、キルリアもさ、うん、OCR3 枚出したらもう、そう勝ちなんだよね。うわ、そう思うと怖いね。で、2枚出しても、うん、まだありえるじゃん。確かに2枚出して、さらに UR5 枚でしょ。だから UR な、100で7枚引けばいいんでしょ。きついな、でもな。やっぱ推しを3枚出すしかないのか。ヒルリはほぼ負けだな、そうかな。いやー、生配信の内容怖いな。怖いね。ドキドキしながら。なんかめっちゃ盛り上がってそう。ね、震えながら俺見てるよ。震えながら俺は生配信を見てるさ。はい、じゃあ最後締めます。はい、オチはオチでやるけど、その後の締めでね、うん、はい、というわけで、今回の YS チャンネルからの動画はこれで以上とさせていただきます。はい、あとはね、オータムゲームズとこれキルリアが、うん、はい、動画を出すと、まあ、動画もしくは生配信をね出すってことなのでね、そちらの方ぜひぜひ、概要欄から飛んで、皆さんチェックの方、そしてよかったら、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。あとはよ、ね、翌日以降俺が震えるだけでしょ。だってもう、ね、そう、何言って、俺この後編集すんだよな。もう苦だよねこれね。結果がもう見えちゃってるからね。本当にカットになりそうなぐらいだよね。確かに大幅カット。俺の尺多分短い割と。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ではいきますよ、いつもの、せーの、じゃっ